発電機及び LED パイプライトの設置。施設内の電気が点灯するか確認します。停電などによって電気が使えない場合は、解説ボックス付近に収容している発電機及び LED パイプライトを使用します。発電機及び LED パイプライトの使い方については、動画の概要欄からご覧ください。発電機は必ず外で使用し、LED パイプライトは受付の机に固定するか、入り口付近に吊り下げてください。避難所開設動画。